博士。パーカー。ちょうどいいとこに。さあお祝いだ。お祝い？あ、待って、アームはどこです？それすごい。でもどうやって？当該内神経ネットワークだよ。神経伝達速度はなんと7秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーター。我々はついに成し遂げたんだ。信じられない。君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。あれはまだテスト前ですよ。もし何か起きたら。全て完璧だ。あ、ほら見なさい。これすごいな。でもエラー発見。電圧ノイズか。すぐ直せるはず。思ったよりひどい。安定するといいけど。クソ、ノイズの連鎖だ。これは直せないかも。頼むよ。最悪。博士。あ、博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だがリスクなしで成功は得られん。
この偉業を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分しただろ。今までずっと自分は出来損ないだと思っていた。だが今は違う。あなたは出来損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士、そうか。そうだな。大丈夫、あと一歩です。ああそうだな、バグを直すだけだ。ほら行って。平気ですか？ああ、ありがとう。そのいろいろとね。グランドセントラル駅で行われるオズボーン市長の会見を生中継でお届けします。マーティン・リーは捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民はじきに町の運命を変える決断を下すことになります。投票の際は今日のことを思い出してください。ニューヨークはより一層平和な街となったのです。嘘だ。今に目にもの見せてくれるわ。